ースを作っておりますね。それぐらい今大注目されているのが三重高層でございます。7階建て、屋根に梁がずっとまだ残っています。これは7階で終わる当時の羽島の姿、下の写真は戦艦土佐の写真でございます。本当によく似ています。長崎っ子はこの戦艦土佐、三菱重工長崎造船所で作っておりましたのでよく知っています。ほら、ご覧ください。軍艦島は石炭を掘るために作られた人工のコンクリートの要塞である。このキーワードに全てが詰まっています。石炭を掘ることを目的に作られた人工の要塞都市である、これが全てです。この言葉に軍艦島の全てが詰まっているんで、ここまで行動だったんですよ。はい、もうさすがにあの辺りを掘っている頃は、8時間労働のうちの2時間を移動に使われてしまうということで、ああもうこの羽島炭鉱も終わりかなと炭鉱マンがちょっとねぼやいている、そういったエリアだったそうでございます。3つ捨て、すごいですね。あそこまで石炭を掘り出すために移動時間2時間を使って、まあ、行きと帰りで元島民の方はプライドを持っていらっしゃいます。絶対軍艦島って言わないんです羽島とおっしゃいますね。でどうして羽島が軍艦島と呼ばれるようになったか、それは今スクリーンの画面にお写真を出しておりますが、ここにヒントがあります。まず時代遡りまして、大正5年、大阪朝日新聞の記者がたまたまここを通りかかり、ごらんですけれども、7階建て8階建て9階建てありますけれども、空中廊下で結ばれているので、不便さはそこまでね大きくなかったというお話でございます。そして木材がね、落ちているところ、潜伏寺と呼ばれるお寺があった場所です。画面には今お地蔵様、これ今の、写真なんですけれども、まだお地蔵様元気に座っていらっしゃいます。でこの辺りがやっぱ娯楽が少ない島ですからね、コミュニティのエリアということで、当時もう今倒壊してないんですけれども、昭和館と呼ばれる映画館があったり公民館があったり、羽島娯楽